平野紫耀、スワンボートからのうなぎ満喫、写真と動画に401番人フォロワーも大満足。こんにちは、読者の皆様。今回は元キングプリンスメンバーで、滝沢秀明さんが代表を務める、飛べ、への合流を発表したタレント、平野紫耀さんについてお伝えします。 彼が SNS で投稿した写真と動画が、なんと401万人のフォロワーを魅了した瞬間をご紹介いたします。7月7日、平野耀さんは、飛べ、への参加を発表し、その後、彼のファンは彼の新たな活動に期待と興奮を抱いていました。そして、その期待に応えるかのように、平野さんは9日に自身のインスタグラムを更新し、 素晴らしい体験を共有しました。投稿された写真と動画は、平野志洋さんがベテランスワンボートドライバーとして登場するものです。白い半袖 T シャツに身を包み、その姿からはまさに夏の爽やかさが感じられます。しかし、その魅力は写真や動画が切り取った瞬間にこそ現れます。 一枚目の写真には美味しそうにうなぎをパクつく平野市洋さんの姿が捉えられています。うなぎの香りと見た目にファンの方々はきっとお腹が鳴ってしまったことでしょう。また、重箱の蓋に手をかけ、甲骨の表情を浮かべる平野さんの様子はまさに至福のひとときを感じさせます。さらに動画では平野市洋さんがスワンボート終わりにマネージャーくんとうなぎ食べた。 とメッセージを添えています。その瞬間、彼の笑顔はまばゆく、幸せそうな表情がいっぱい詰まっています。この瞬間に立ち会えたファンは、本当に幸せな瞬間を共有できたことでしょう。そして、SNS 上ではファンからのメッセージがたくさん寄せられました。 その張ったお顔可愛すぎて倒れちゃう音声好きで嬉しそうな紫陽くんの動画見せてもらえてうなぎ食べるより大満足10箱を開けた瞬間の顔可愛い嬉しそうな翔くんが見れて幸せっしろの障子に穴を開けてそこから覗きたいここ数日紫輝くん不足だったけど一気に解消された本当にマネージャーくんと仲良いんだね。すっごく楽しそうだし、可愛い笑顔を見せてる。 と、ファンからの愛が溢れています。平野志耀さんの SNS は、彼の日常から幸せな瞬間をファンと共有する場として、ますます多くの人々に愛されています。彼の笑顔と明るいエネルギーは、多くの人々に元気と幸せをもたらしていることでしょう。結論。平野志耀さんがスワンボートの後にうなぎを楽しむ瞬間は、 彼のファンにとっては大変特別な瞬間でした。彼の笑顔や幸せそうな表情は彼の SNS をフォローする人々にとって心温まるものとなっています。そしてその魅力はフォロワーの方々から寄せられた温かいメッセージを通じてますます広まっています。平野志耀さんの未来にはさらなる素晴らしい瞬間が待っていることでしょう。 彼の明るいエネルギーとファンへの愛情がこれからもたくさんの人々を魅了し続けることでしょう。最後にこの記事をお読みいただいた皆様に感謝申し上げます。今後も平野耀さんの素晴らしい瞬間を共に楽しんでいけることを願っております。